疲れ様です。ゆきのです。今回は、正解の旅人と正解の初代天理様の経歴について簡単に紹介します。正解の旅人、正解を旅している。途中でデーワット大陸に侵入した正解の気を持つ双子、旅人は、隕石で正解を旅していたと語っていることから、正解では、一人用の隕石ポットが流行していた時期があったのかもしれない。双子は、デーワットへ侵入した後は、目覚めるタイミングにラグがあったが、二人ともカーンルイアに不時着して滞在していたことが明らかになっている。当時の様子を、旅人は、パイモンにこのように語っている。カーンルイアなら知っている。カーンルイアにいた記憶があるから、と、これは、時系列で言えば、本編の約500年前の出来事であり、旅人が目撃した光景もカーンルイア崩壊の様子であったことが明らかになっている。当時の様子をダインスレイブは語る。貴様たちが経験したそれは500年前の出来事だ。どうやらこの世界で初めて目覚めたのもそれと同じ時期のようだな、と。実はカーンルイアは約500年前に天空の召喚を目論んでいた時期があった。そして天空がカーンルイアの召喚に応じた際に正解を旅していた双子がデーワットへ引き寄せられてカーンルイアに不時着した伏線が張られている。当時の様子を新品はこのように記録している。思考の王よ、新品が予測した結果をお届けします。創世はすでに大地の引力に捉えられました。長い周期を経て今それらの奇跡は再び交錯するでしょう、と。補足であるが、新品とはカーンルイア関係の記録で時折出てくる研究機関の一つ。なおアビス・イージやカーン・ルイアの遺物を研究しまくっていたルネとジェイコブは新品を解析し尽くしており、カーン・ルイアの錬金術に対する造形も非常に深かった。作中では、ジェイコブも、ルネだったら、新品をこのようにディスるだろうと考えたこともある。当時のジェイコブは、ルネの思考をトレースして物思いにふけていた。新品の研究は本末転倒だ。背後にある根本原理を無視して、本質から外れた使用技法ばかり研究している。錬金術の順序でさえ、物の目的のために逆転してしまうのかと批判するだろう、と。つまり、新品とは、本質から外れた使用技法ばかり研究していたヤバヤバな研究機関であった伏線が明らかになっている。また、公式 PV で、ダインスレイブは、我々は、世界の外から世界を拒否する力を得たと言及していることからもわかるように、当時のカーン・ルイアで、天空アビスと認識していた伏線も示唆されている。実際に、当時のカーン・ルイアは、アビスを手に入れることで、すべてを手に入れることができるとワクワクしていたが、実際に、儀式で召喚を試みたのは天空だったと語られている。ちなみに、当時のコロタールも、双子の片割れを見て、正解の気を持つ双子の片割れアビスの代表と確信しており、双子の片割れが、カーン・ルイアに、力と希望をもたらすと、彼のテンションの上げ上げであった。もちろん、カーン・ルイアが、天空とアビスを、別々の存在であると認識していた場合は、カーン・ルイアは、正解の欲張りセットを求める傲慢な国になる。つまり、このような背景があったデイワットに侵入してしまったのが、正解の気を持つ双子なのであった。そして、先に目覚めた双子の片割れは、当時のカーン・ルイアで宮廷魔術師をしていた道家と顔見知りになったが、双子の片割れは、カーン・ルイアの滅亡が天変地異を引き起こすと確信した。そして、虚数能力で崩壊していくカーン・ルイアの惨状を見て、デーワットから全速力で逃げなければいけないと確信して、眠っていた双子の片割れを叩き起こして、デーワットからの脱出を試みた。しかし、デーワットから脱出する間際のところで、キアナガオの天理の調停者にボコられて、虚数封印を施されてしまった。デーワットの星空に障壁を展開した存在、双子は、正解を旅している。途中でデーワットに侵入した存在であるが、正解を超えてデーワットに侵入した勢力が他にも存在する。それが、初代天理様である。もともと、デーワット大陸は、元素七竜と呼ばれていた地元の竜たちが仕切っていた星であったが、正解を超えてきた初代天理様は、地元民族をしばき倒して、デーワットの統治権と竜の権能をもぎ取ったことがあった。そして、デーワット大陸では、初代天理様が、宇宙と世界の縮図を隔離して、デーワットを、規則の力で縛って運命を定めた時に、幕偽りの星空で、正解とデーワットを隔離したとされている。初代の天理様が、宇宙と世界の縮図を隔離したのは、デーワットを、正解の侵略から守るためであった伏線も張られている。公式では、当時の初代天理様の行動をこのように定義している。宇宙そのものは、まるで海原のようだ。しかし、現実的な考えならば、生命に満ちた神髄な宇宙が本当に存在するなら、なぜそれらの生命は未だにテイワット人との開口を果たせていないのだろう。もしかすると宇宙はテイワットへと侵入し続けているのかもしれない。より上位の意志が彼ら政界勢力との境界を定めたのは、おそらくこの世界テイワットを守るためだろう。と、ここで重要になるのがミホヨワールドでおなじみのミホヨ語である政界という設定である。公式が定義しているように、崩壊ユニバース、崩壊学園、崩壊インパクト、原神インパクトにおいて政界とはミホヨの世界観を知る上で重要な設定の一つでもある。そのため崩壊ユニバース、崩壊学園、崩壊インパクト、原神インパクトにおいて政界というミホヨ語は昔から世界観をつなぐ共通ワードとして組み込まれており、明確な定義が存在する。簡単に言えば、政界とは様々な勢力が活動しており、約10億年以上も前から活動している周縁の眉やグノーシスにおける上位存在であるアイオンなども活動しているエリアである。現時点では、古の政界という心象風景を固有結界、リアリティマーブルとして展開できるのは、周縁の眉から生み落とされたとある人物だけでもある。そもそも、テイワットを含めて、政界には虚数エネルギーが満ちているが、虚数が一つ一つの生形を隔絶しているため、生形という膜をぶち破るためには、虚数エネルギーの制御が必須スキルでもある。この生形という膜をぶち破って、他の生形に移動する行為を、ミホヨ語では生還旅行と定義されている。そのため、生界の気を持つ旅人や初代天理のように、生界で活動するには、虚数エネルギーの制御が必要不可欠でもあるため、政界の虚数の対極に属する量子の海の力では膜は破れないことがほのめかされている。当時の様子を政界で活動していたとある人物は語る。スタージャンパーは太陽系の淵をすでに数万年も飛行している。だが、未だにその外に旅立てていない。太陽系の外縁には虚数エネルギーの沿岸帯による自然の隔たりがあり、スタージャンパーの試みは全て失敗した。海の力があろうと、星の阻害を克服することはできないんだね。と、つまり、初代天理が、テイワットの外縁に展開した、膜、偽りの星空は、虚数エネルギーの障壁である複線が張られているのである。なお、虚数エネルギーとは、非常に便利な力でもあり、虚数エネルギーを使用して、星に自動調整機能が備わった人造大気圏も作れるため、初代天理も、偽りの星空で、命の星座システムを作る際に虚数エネルギーを使用したのだと考えられる。神聖な計画、星と人間の作り方、創造主体験大編。余談であるが、政界からテイワットに侵入してきた初代天理は、神聖な計画を立案した。初代天理は、天の主として、原初の精霊を創造し、原初の精霊として創造された家臣様たちは、天空の使者としての権能を使用し、地上の人間に、天の主の啓示を与える仕事を始めた。この時に天の主が定めた神聖な計画では、100年の方策はすでに定められ、一切の変化も許されないほどに、強力な規則の力で、テイワットの未来が固定された様子。当時のスメールの草の王は、天の主パネースの神聖な計画の本質のヤバさを理解していた。それは、皇天が定めた正義の法、原初の時から練り上げられた神聖なる計画。この世の誰も、永遠の律法を目撃したことはないが、律法は、常に万物を支配している。陰謀等放任やせず、身を伏せて、天神のバーナをするのみ。その禁断の術をあえて模倣するなら、英知の境界で待っているのは、厄災と破滅だけである。要するに、政界からテイワットに侵入してきた天の主は、強力な規則の力を持っていたのである。この時に、政界からテイワットに侵入してきた意味不明な存在を、元祖七竜は天理と呼んでいた。補足であるが、ミホヨワールドでは、一般常識のように多用されている規則や天理とは、昔からミホヨワールドでおなじみのミホヨ語の一つでもある。勘違いしやすいが、ミホヨワールドにおいて天理とは世界の規則を体現する単語であり、固有の人物を表現する名称ではなく、コードネームの意味合いが強いため注意が必要。そして規則とはミホヨワールドの上位種が保有している力の一つである。天理とは秩序であり、その世界の法則であり、正解では虚数の法則などが最も拘束力があり使用されている規則の力である。実際に原神インパクトと世界観を共有しているスターレイリア崩壊インパクトでも、天理という単語は普通に使われている。実際に政界において、ゼロから星と人類を育て上げて世界をループさせていた当事者は語る。固有世界にいたとしても新たな規則を植え込むことができるんだ。太陽系の外縁に集う虚数エネルギーの沿岸帯、これこそが星間旅行を阻む元凶であると同時に底なしのエネルギー源でもある。適切な星に僕の規則を植え込み、沿岸帯の虚数エネルギーで改造を行えば人類の誕生にふさわしい星が生まれる。簡単なことだよ。単なる肉体を必要とするのであれば、僕がこの手で人類を育むと、要するにテイワットの天理が正解でテイワットを見つけて人類を作り、神聖な計画を始めたように、正解において星の環境を整えたり人類を作ったりするのはよくあることでもある。補足であるが、虚数エネルギーとは昔からミホヨワールドで一般常識のように出てくるエネルギーの一種であり、崩壊現象やビッグバンに関する仮説との一つと考えられている特殊なエネルギーである。ミホヨ作品では虚数エネルギーに関して公式は明確な定義をしている。熱力学第2法則はこう述べている。一系統のエントロピーの低下は必然的に他の一系統のエントロピーのより大きな振れ幅の上昇を引き起こす。情報の観点からはこれは情報が高度に入り乱れた普通の環境で、情報の高度に秩序化された負のエントロピー環境の間には巨大な情報のアシンメトリが存在する。歴史研究から崩壊エネルギーとそうした情報のアシンメトリは切っても切れない関係であることがわかる。また数学上は崩壊した次元の虚数内部エネルギーに属し、発散次元、我々が普段感知している4次元空間の熱力の特徴的な実数内部エネルギーは数学上は高次元関数を通してまとめて表現でき、結果としてミクロの視点で崩壊の波動を予測することができる。それによって現在の研究は一般的にこの虚数内部エネルギーが崩壊エネルギーである、あるいは少なくとも崩壊エネルギーの重要な構成部分であると予測していると整理すると、正解で活動している勢力ほど虚数エネルギーを使いこなしている上位文明や上位存在が多く存在する。作中でも虚数エネルギーを操作して複数の元素力を使用できる武器もあり、割とミホヨワールドでは万能のエネルギーとして活躍していることも多い。余談であるが、正解を超えてきた存在がテイワットで降臨者と呼ばれているわけではない。かつてはルネ・ド・ペトリコールはテイワットを終焉の運命から救済するために降臨者を目指しており、レインロッドも原初の人間計画を実行して降臨者と関係のある実験をしていた。そしてゲーム内では降臨者デセンダールはこのように語られている。大海洋に眠る。この一文もとても興味深い。この単語はもしスメールの古語で書く場合、ナライエンと読むべきで、もう一つの意味は原初の人間だ。これこそが私の目標。すべての外来のものが降臨と呼ばれるわけではない。一つの世界に匹敵するような強い意志こそ降臨と呼ばれる。いかにして世界を守り、世界を維持し、世界を滅ぼし、世界を作る強い意志になれるかと、つまり正解を超えてテイワットに侵入した存在のすべてが降臨と呼ばれるのではなく、世界を包容できる強い意志が降臨と呼ばれている。そういう意味では降臨者で亡くなった正解の気を持つ双子の片割れは、すでにメンタルブレイクしてうつモードに入っているのかもしれない。今回は以上で終了となります。